カーはもうやった前に言ってますよね、ジョーカーって。どうも、ヨシオです。ということで、今回スマブラの動画を撮っておりますが、今回ね、今日、4月18日にね、スマブラで新しいキャラクタージョーカーがね、追加されました。こちらね、いろんなコスチュームがあって、ね、イケメンじゃね、待って、めっちゃイケメンじゃね、ちょっと待って。僕まだ一回も使ったことないんで、ちょっとすっごい気になるんですけど、ジョーカー使わないんですよね。けどね、追加されたらすぐ使うと思うでしょ？されないんですか？ジョーカーが追加されたと一緒にね、追加されたあるね、キャラクターがおるわけなんですよ。今回はそれを使っていこうかなと思います。それがね、こちら。はい。こちら。いや、でもね、今回はちょっと、ミーファイターで、やべえコスチュームのミーファイターが追加されたということでね、ナックルズの帽子っていうね、ソニックのナックルズってキャラクターのね、まあ帽子、まあキャラクターのね、このコスチュームが追加されたんですけども、ダサすぎでしょ、これ。何これ。見てください、これみんな、ほら。これやばくない？これ。この仮面。この見た目。ひどすぎん？いや、これ僕が作ったミニがひどいっていうのもあるかもしれないんですけど、いやもうこのなんか、キモい、気持ち悪い赤毛のロン毛の人みたいになっちゃってるんですよね、これね。まあ、ナックルズじゃないよ、これは。せめてナックルズのお面とかにしてほしかったな。なんか、これじゃあ、キモいおっさんになっちゃうからね、違っても。僕ね、ジョーカー追加よりも、これが追加されることにね、驚きました。これ、やばすぎでしょってね、僕、それもミーファイターが下手くそすぎる、僕。待って、やばい。待ってよ。ちょっとミーファイターね。普通にミーファイター強いんだよね。ミーファイターと、ネット対戦するときとか僕、ミーファイターめっちゃ苦手でさ、めっちゃミーファイターと戦うとき負けたって思いますもん、普通に。待って、間違えた。あ、死んでくれましたね。待って、ちょっとね。ナックルじゃない気持ち悪い帽子を使ってるわけなんですけども。いや、でも、そんな長いの？待って、復帰するときなんかキモくなかった今。待って、復帰するときキモくなかった今。待って、よいしょ。おいしょ、オッケー。普通にミファイター強えな。待って。オッケー。やばい。いや、待って、パルタナ苦手すぎる戦うの。やばい。やばい、強い普通に。やばいよ。やばいよー。でも集中喋らなくなっちゃった。いや、でもね、わあ、いろいろとね、いろいろね、この、今回、このバージョン 3.、バージョン 0.3.0 だっけ？あ、ぶないぶない。バージョン 0.3.0 で、いろいろとね、追加されました、機能が。めっちゃ、ステージを作る機能だとかね、まあ、ジョーカーも追加された、新キャラのジョーカーも追加されたんですけども、死んじゃったよ。まあ、で、キモい、ほら見てよ。見て。これちょっと待って。すごい。作った人に失礼だけど、なんかキモくない？マジで。なんか、パルテナの鏡に出てくるキャラクターじゃない？これ。パルテナの鏡に出てくる雑魚キャラみたいだ。まあ、これ、最悪なんだけど見た目が。いやでもね、このね、バージョン 0.3.1 なんですけど、この中にアップデートされたバージョンがね。それでね、ジョーカーもそうだし、このナックルのお面もそうだし、頭か、ナックルの帽子もそうだし、他にもね、いろいろとね、追加されてるわけなんですよ。だからさっき言ったみたいに、なんだっけ、この、ステージ作りとかね。いや、やっぱ一番ね、ステージ作りが楽しみですね、僕。いや、普通に、ジョーカーも嬉しいんだけど、一番はやっぱステージ作りがちょっと嬉しかったな。まあ、前からね、なんかスマブラのなんかプロモーションビデオとかで、ステージ作りのなんか欄がね、出てるとか、そういうね、話が、まあ、ちらほらね、ネットであったんですけども、いやーでも、今の段階でね、登場すると思いませんでした、僕。ステージ作りが。すごい、いいゲームだと思いました。待って。パルテナ生き残んの？はーい、死んでくださーい。そう、待って。やばい。よし、いいぞ。はい。生き残、待って、やばい、危ない。オッケー。なんのこれ。よし、投げていく。さすがに倒したいぞ。いやー、当たらないか。やばい。やばい。これ壁掴まえんのこれ。あ、いいんじゃないこれ、いいんじゃない倒せるんじゃない？まだ倒せません。やばいっぴー。危ない。いや、今倒したな。いや、やばい。死ぬ。あ、いけました。
イエーイ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 ガンナー強えわ、やっぱり。見た目は最悪だけどね。これ、一旦ちょっとせっかくジョーカー追加したら僕使いたいんだよ、ジョーカー。この見た目この、学校の、何この、制服のね、この見た目がすごい僕好きなんで、これ使ってこう。どんな感じなんだろう技、僕あんまりね、僕技調べてなかったんで、ちょっと、どんな技出すのかわかんないんだけど、ちょっと、初見で使ってみたいと思います。敵はワリオですね。横火。おあ、横火ね、これ。アンチ危ない。弱くねなんか。このルフレの、なんか、ファイヤーみたいな。ね、これ。あ、継続ダメージか、これ当たったら。てかめっちゃ足速い。お、あ、普通に、剣だね。これ攻撃は剣なんだ。ペルソナとかだと思ってたけど。オッケー。はい。あ、空前が、普通に二段の蹴りか。スネークじゃなくて、あれだね。ゼロサムっぽいね。うわ、あれ。負けちゃうよ。なんか、ウエスマ、復帰が、なんか、ワイヤーアクションっていうの？ワイヤーらしいですね。それは嬉しい。めっちゃ復帰力高いやんって。待て。で、なんか、クラウドのメーターみたいなのがなんだろう、これ。で、あしょ、痛いんぴ、あべ、あべ。あ、え、なにこれ、待って、え、なにこれ、すごすぎる、待って、な、急に始まったよ、急に。ペルソナ出てきた。待って、やばい。え、復帰力高くね？あ、死んだ。勝手に死にましたね。これ待って、強くない？え、待て待て。待て待て、ちょっと待って。横 B が強いんだよね。なんで今？え？あ、下 B がなんかガードみ、カウンター？あ、カウンターになってる下 B が。なるほど、なるほど。下 B はカウンターなのかな？待て。よいしょ。下 B 使、あ、使いたい。下 B、下 B は、はい！ん？何これ、なんだよ、今の技。カウンターっぽいけど、ガオガエンみたいな。はい。痛いよ。あ、なんかメーター増えたね、今。あ、なに下火うまかったメーター増える的な、そんなやつか。はい。じゃあ。よし、カウンターが下手くそ。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。いいよ。あ、なんかクラウドっぽいね、このスライディング。あ、上 B はなんかサムスとかシークとかそんな感じの。上 B、上 B じゃない、上様、上、空上か。やばいよ。つかみは。あ、いい。かっこいい。いや、めっちゃ見た目かっこいいんだけど。待って、痛いんですけど。待って。はい。危ない。危ないよ。横様強くね待って。よいしょ。いいよ。はい。あ、ダッシュアタック2段なんだ。いいね。強くね普通に。ちょっと下 B の効果。うわー、急に。あ、メーターが溜まったらペルスターが出てくるんだ。なるほど。アルセーヌかっこいいね。アルセーヌめっちゃかっこよくない？待って、痛いよー。待って、危ない。全然攻撃する暇がない。で、この、いや、でも、下 B がなんか変わる。あ、バスターが変わるのか、これ。この銃もね。なんかベヨネッタっぽいね、この、撃ち方が。え、で、死ぬ。え、死ぬくね？あワイヤーが届かんかった。ワイヤーってどこまで届くんだろう。痛いよ。わかんない。どこまで届くのかわかんないけど、まあ、とりあえず、勝ちます。勝って終わりたい、今回、ちょっと。あ、普通の弱攻撃は、多段なんだ。多段っていうか、3段目。3段階攻撃でしたね。はい。痛すぎ。待って。これ、ね、え、これ当たり判定でかくなるのかな、アルセーヌの分だけ。あって、でも、待って、よいしょ。あ、やば。あれね、アルセーヌっていうか、ペルソナ呼んでる時と呼んでない時で技が変わりますね。これ倒して、全然倒れないよ。オッケー。おー、上様が強い。上様強かったな。かっこいい、めっちゃ。すごい。これじゃあ本作、本家、あ、本家再現してるってこと？待って、僕、全く調べてないからさ。ちゃんと本作再現してんじゃん。いや、すごい。ちょっとテンション上がったけど、ちょっと調べ、ちゃんと、調べて、ちょっと戦う動画を投稿したいと思いましょうかね。かっこいい。めっちゃかっこいいな。やば。はい。というわけで、今回の動画はですね、ジョーカーがもうかっこいいけど、一番かっこいいね、キャラクターが、まあ、追加されてしまったよっていう。動画でございました。もし、この動画ければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。まあ、僕の動画でね、ナックルズを使う人がね、増えてくれればいいなとか、思ってなかったり、してます。思ってないです。それでは、また見てください。じゃあ。